おはようございますということで、現在奇跡的に、6時4分前です。いつもね、この時間帯寝てるんですけど、今日はね、この動画を撮ろうと思ったら意外と早く寝れたっていう、なんか動画を撮ろうとすると早寝できるんですね。ということで、現在5時56分です。これからですね、まあ1時間ゲームの仕込みですか。まあ6時なんで、コカ・コーラゼロとともに、はい、最近めちゃめちゃ食べている国産フルグ、国産グラノーラです。レベリングしていこうかなと思います。ジャンプチをやりながら、プニプニをやっていきたいと思います。で、パソコンではなんかアニメか YouTube を流しながらいきたいと思います。ということで、今ね、現在9時半になりました。2時間半ぐらい、妖怪ウォッチプニプニをやってました。ということで、ゲーム実況を今からスタートしていきたいと思います。それでは撮影していきたいと思います。2時間半ですね。何をしてたかというと、ダーウィンズゲームっていうね、ダーウィンズゲームっていうのをね、 Amazon プライムで見てました。アニメめっちゃ面白いですね。1話から9話まで見ちゃいました。てな感じでいきたいと思います。撮影オン。こんにちは、佐藤ちんです。無課金アカウントやっていきましょう。見てこれ、無限地獄じゃなくてなんだっけ、フィニッシュ。秘伝書が来る。ロボットはこず秘伝書。ありがとうございます。嬉しいっす。素直に嬉しいけれども、そろそろ来てくれ。撮影開始から約7時間が経とうとしています。イライラが止まらなくなってきますが、皆様は、やりすぎないようにしましょう。頑張ります。ナイスタイムバインド。もう尊敬する。学校が終わり発進ということで、撮影開始から朝6時からやって、午後2時前になりました。やりすぎには注意です。それではまた次の妖怪ウォッチプリプリの動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どんな感じで8時間やっちゃいました。この後ね、ご飯食べて、やらないゲーム、やらない。こんにちは、久しぶりです、佐藤ちんです。今回ですね、ダイソーの商品でハムちゃんの家を作ろうっていう感じ。てん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 。はい、こんにちは。深夜の2時を回ったところです。お風呂入ってきました。今日の一日のですね、流れ。動画を撮るということで、AM5 時に起きれました。AM5 時に起きて、ぐだぐだしてですね、6時から14時までプニプニとアニメを見ました。8時間か。8時間やったよね。4の5、6、7、8。8時間やって1本ですね。いやー、苦しかった。苦しい展開でした。まだ終わってないんですけどね。で、14時から15時まで昼ご飯と休憩1時間取りました。15時から18時まで約3時間ハムスターの巣作り動画を作ってました。で、18時から20時まで2時間ジャンプチとプニプニをしてました。で、8時から23時まで9、10、11、3時間ですね、ご飯とテレビでした。
ローファーのドッキリでしたっけ、あの何もしないドッキリとか、あとはねご飯をゆっくり食べてました。そして午後11時からですね、23時から AM1 時まで YouTube と、アプリゲームやってました。で1時から2時お風呂です。で今となります。それではおやすみなさい。ステイホーム。はい、おやすみって言ったんですけれども、ちょっとね朝のプニプニに起きれない自信があるので、これからね動画1本撮って軽く編集して、ようやく投稿して、寝たいと思います。 AM2 時8分を回ったところです。それではブラックアウト。